レトロゲーム大好き、ゲーム大好き、親父でございます。今日はね、友達と、ハードオフ巡りに限らずなんですけど、行ってきました。ハードオフ、ブックオフ、ギオさん、そしてね、ゼスト、リサイクルショップなんか回ってきまして、で、今ちょっとね、前半として、動画、購入品の紹介したんですけども、それの続きになります。まずはね、こちらでございます。ロックマン X2 ですね。お値段がね、見えるかな、100円になってます。ちらほら見えてると思うんですけども、こちらの商品ね、宮野勇気くん、勇気さんかな、のサイン入りですね。親御さんがね、綺麗になくさないように、取られないようにって思いを込めてね、書いてるのかな。ゆうきさん、ゆうきくん本人もね、自分で書いてありますね。ここにもね、しっかり、ロックマソ X2 って書いてます。こちらね、持ってたような、持ってないようななんですけども、ロックマ X2 が100円だったら安いんでね、購入しました。後日、ほらね、レトロフリーク持ってる友達にね、どう？って言って渡したんですけど、いらないよ、なんて言うから、じゃあこの値段だったら私持っとくわ、って購入しました。で、実はね、この宮野勇気さん、まとめて商品を売ったみたいで、いくつかね、このサイン入りのゲームが入っていました。私が行った時で10本ぐらい入ってたかな。で、もう一つね、なかなかいいタイトルなのが、ドラクエ1、2。こちらも110円だったんですけども、こちらも私2本持ってますね。完品で2本持ってるんですけど、友達にね、これどう？って言ったらね、あ、これはいいなーって言うんで、それはね、友達にあげました。で、その他にね、この宮野勇気さんのゲームは、ボンバーマンの1と2だとか、あとは明日のジョー、スーパー原人2、R タイプ、キッドとクラウンのなんとかなんとかとか、ほぼほぼが330円ではあったんですけども、大体300円じゃ並ばない、100円じゃ並ばないようなものがね、サイン付きであったために、いろいろ入荷されておりました。個人的に私持ってるものが多かったりとか、300円なら下手すりゃ他のハードオフでも見つかるなっていうタイトルは購入しなかったんですけども、これを購入しました。で、もう一つね、こちらを購入しました。スーパーウルトラベースボール。なぜ今更購入したかというとね、これなんかは100円の青箱の定番ですからね。で、こういったね、スポーツゲームとかパチンコゲームなんかは結構ね、備品でも100円に入ってることが多いんでね、購入しました。で、なぜ買ったかというんですけども、先日ね、このゲームウェブの DVD を見まして、浜村浩一さんとね、伊集院光さんのゲーム対決がありまして、そこでね、このゲームをやってたんでね、どういうゲームかはもう対戦する前から知ってはいたんですけども、見てたらちょっと面白そうだなと思って、で、今日ちょっと備品にあったんで出会いかなと思ってね、購入してきました。で、これね、ちょっと今間違えて開けちゃったんですけど、ビニールに入ってましてね、中の状態が見えなかったんです、正直。で、今これね、もう先にちょっとこれだけ開けちゃったんですけども、折れだとかシミだとかそういうのがちょっとあります。中の方は綺麗なんですけど、並以下ぐらいでしょうね。残念なのはカートリッジの方で、はがきとかチラシとかそういったものはないんですけどね。スプラケース、ソフトケースはやや劣化はしてますけど、そんなに悪くはないかな。で、残念なのはゲームの方でね、ここにもハゲがあるんですよ。しかも焼けもある。残念なことですよ。ただ良くも悪くも100円であるゲームなんで、根気よく探せばね、備品が手に入るのはね、もうほぼほぼ確定だと思うんでね、そういう意味では綺麗なゲームを買ってね、移し替えようかななんて思っております。で、今回ね、ダブルメインってことで、
まあ、先ほど紹介したメモリーカードもそうなんですけど、もう一つね、ある一つ看板、自分の中でね、いいなっていうものを購入してるのがあるんですけど、そのちょっと勢いを借りてね、こちらを購入してしまいました。ゲームボーイカラーですね。こちらがまあ550円でございます。まあ550円なんでね、安いなと思ったんですけど、レジ前にあるね、青箱に入ってました。まだ商品棚に陳列する前だったんですけども、この550円って値段自体でね、もうこれはジャンク行きだっていうの分かってたんで、まあ、最悪動かない。あとはまあよくある栓抜けみたいのがあるとかね、あとはマイクなんかも割と弱いんでね、マイクの音が聞こえないかなとかいろいろ想像しながら購入しました。まあお子さんが使ってたんでしょうね。ポケモンのシールだとか、後ろにもピカチュウついてるんですけどもね、お子さんが使ってたんだろうなというような、そういったようなステッカーがね、まあ、ついております。もう買う時にはすでに気づいてはいたんですけど、このね、マイクそばにね、ガン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 当てたような音がするんで、ガンガンやったんだろうね。だからちょっとね、怖いなと思ってね、もう今ちょっと時間短縮するためにね、起動チェックしたんです。読みませんでしたね。電源が入りません、そもそもが。で、電池ボタンの方もね、まあ、電池中もね、液漏れなんかもなくて結構綺麗なんですけど、で今ね、そちらも電池ちょっとこう入れて試したんですけども、やっぱりゲームとして電源がつかないっていうような状態なんで、どうにもなんないですね。ただね、後日ね、 Y 字ドライバーを手に入れることができればね、ちょっと中開けてみてね、今後の勉強のために開封、動画撮らないにしろね、開封していこうかななんて、そういう野望なんかもちょっとあったりなかったりなんですけども、まあ、いつかね、 Y 字ドライバーを手に入れたいなと思います。そしてこれがでもダブルメイン、むしろこっちの方がメインかなと思う部分もあるんですけど、それがね、こちらでございます。はい、PSP の3000ですね。これは限定色になるのかな、なんかゲームとの同梱版になるのかな。とにかくね、すごい綺麗でした。状態がいい、うん。で、こちらがですね、まあ、動画がどうなるかわからないんですけども、ジャンクのガラスケースの中にね、10台ぐらい PSP が入ってました。 PSP1000 が2台ぐらいと、多分残りは PSP3000 だと思います。で、裸のものに対しては1100円という値段で売られておりました。初期化済みぐらいしか書いてなかったかな。未チェックって書いてあったかな、ちょっとわからない。未チェックは書いてないか、初期化済みのみ書いてあったかな。で、1100円っていうことで書いてます。初期化済みともう何個か書いてたと思います。で、まあ、なぜ購入に踏み切ったかというと、まず一つに、まあ、その値段の安さと、あとはね、隣にね、 3DS が1100円で出ました。 3DS と3DSLL が1100円。で、その2つに関しては A ボタンの効きが悪いと、しっかりそういうね、だからチェックして、そういうところも明記されておりました。他に 3DSLL が2台あって、で、アナログね、これがね、なんか取れちゃってたんですよね。で、それがないんで1650円っていうのがまた2台ありました。で、何かしら不具合があれば、そのね、ここにお値段貼ってあったんですけど、そこに書いてあるかなと思って、ただ不具合的なことは載ってなかったんで、多分できるかなと思って、で、まあ普段ね、そんなに見ないこちらの方をね、ちょっと恥ずかしかったんですけど、ガラスケースを開けさせていただいてね、開けていただいて、チェックしてきました。箱付き、まあ完品になるのかな、箱付きだと3300円とかだったんですけど、で、私、まあこれがちょっとね、なかなか、まあ、たまに見る色ではあるんですけども、よくある標準色ではないと思ったんでね、これがもうこれだけこう立ててあったんでね、気になってたんで見せてもらいました。画面の方はね、少々傷はあるんですけども、これはシールでも、シール貼ってなさそうだね。
そこはちょっと残念だな。貼ってないか、相当綺麗に貼ってるか。ただあのボタンの効きもね十分です。 LR もしっかりね効きそうで、でまあ裏面も綺麗ですしね、中開けても開け閉めもね良好で中も綺麗だったんで購入しました。もう一つねクリスタルホワイトぐらいの白い綺麗なのがあったんですけど、それはねここがちょっとね締まりが悪かったんで結局この1台だけ購入しました。まあ以前から紹介してるんですけど、私1台ねもちろん所有してるんですけども、こちらはちょっとね読み込みに音がかかっ、あのこれがカラ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 って音がするんで、どっちみちもう1台欲しいなと思ってたんですけども、それが今回安くてなかなか状態のいいものがあったんでね、ちょっと購入したわけなんです。で先ほどねこちらの方もねちょっと時間短縮のためにね、これでやっちゃうとまずいかな、あの起動チェックはしたんですけども、しっかり動きました。でもちろんボタンもね全て試したんですけど、ボタンの効きも良好ですし、特別不具合もなさそうだったんでね、ゲームボーイカラーの方はちょっと正直残念だったんですけど、こちらに関してはね大当たりだったんじゃないかなと思って自分はね大変満足しております。ということでね以上がね、まあ、購入商品になるんですけども、だからまあ今回はこれ残念だったな、ゲームボーイカラーね、まあ、状態はまあまあ今一つなんだけど、まあ、これもちょっと残念だけど、まあ、100円だからね。でまあゲームスコットランドヤードとドラゴンボール Z ね、あとこれをちょっと起動チェックをねちょっとしプレイステーションメモリーカードガチャをしてみて、ちょっと面白そうだったらそしらぬ顔で動画を撮ろうかなと思ってます。であとねもう一つね CD、DVD ケース、まあ、500円だったんでねいいものがね購入できました。とまあ以上の、あともう一個あるか、こちらも買いましたね、ブックオフさんで、ドルアガザ・ナイトメア・オブザ・ナイトメア・オブ・ドルアガ不思議の男女のねコンプリートガイドブック、こちらも購入できました。なかなかねいいものが今日は購入できたんで、まあ、金額的にはねそこまで大きいものではないんですけども、大満足でございます。というわけでねご視聴の方ありがとうございました。ゲーム大好き、ハードオフ大好き、ブックオフ大好き、ゲオ大好き、ゼスト大好き、おやじでございました。それではまた。Continue.